こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。Amazon のカート取得率を高める方法。Amazon 大口プロフェッショナルアカウントと小口インディビジュアルアカウントの違い。同じ価格なら大口アカウントがカートを取得できるのが原則です。Amazon の案内にもこのように書いてあります。しかし同じ価格でありながら小口アカウントに負ける例が見られます。カート取得競争で負けている原因で考えられる要素で可能性の高いのは売れる商品の割合が低い。例えば、100商品登録して1000個売れている小口アカウント。対して、300商品登録して100個売れている大口アカウント。はるかに、ね、100個登録して1000個売れている方が売れている商品の割合が高い。ね、あるいは FBA 在庫をね、有効に使ってるというふうに見られます。そうなると、小口アカウントがカート取得競争で勝つ可能性が高いです。そもそもが、ね、小口アカウント取りにくいはずなんですけど、まあ実際問題、そうなっちゃってる例が、出てきてます。まあ、対策は売れない商品と補充できない商品登録を削除すること。例えば、今仕入れできなくて補充できないとかね。ちょっとギリギリなんで、後で値段上がるかもしれないって言って、リストを残しておく会員さんいらっしゃるんですけど、これリストを残さずね、メモ欄や、あるいは私の方にね、これ値段戻ったらやるつもりですっていうのでね、チャットワークの方向で報告しとくとか、あるいは自分で備忘録ですって言ってチャットワークにアップしてもいいですし、何しろ、インベントリーからは削除してください。その方が、格段にカート取得率は良くなってます。まあ実際、稼働率のね、いい在庫を持ってる会員さんで、小口アカウントのね、FBA 利用者と、同じ値段にしてカートが取れないっていう例はないんですけど、まあ、大口アカウントだけど、売れない在庫の比率が高いという場合はね、同じ金額でなんと負けてしまってるという例がありますんでね、まあ、これほぼ他の要素はね、考えにくいんで、やっぱり FBA 在庫をね、FBA 倉庫を有効に使いたいという Amazon の意向が、このシステムに反映されているおかげで、商品稼働率、ね、商品回転率、高める必要があります。まあ、具体的にどの商品消してね、どの商品は消さないでいいのかとか、これで考え方合ってんのかとか、まあ、疑問等ありましたらね、またお気軽にチャット枠の方でどしどしご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。